ロシナンテチャンネル。全国630万人のジェフサポーターの皆さん、こんにちは。ロシナンテです。今撮影しているのが、今日ね、7月3日金曜日なんですが、いよいよ明日ですね、土曜日、水戸ホーリーホック戦第3節が、行われます。まあね、ワクワクが止まらないですね。まあ、ここからね、大宮戦からどうなっているのかっていうの非常に楽しみなんですが、そのワクワクが止まらないと同時に、こう前日になってもレビュー動画が、撮れていないということで、ドキドキも止まらない、私であります。ということで、これ編集間に合うのかっていうね、ドキドキと戦いながら、第 3パート3ですねの、レビューを進めていきましょう。前回の動画では、サッカーのピッチ、まあ、縦 90m ですよね。それを3つに分割して、それぞれディフェンシブサード、自陣のゴール前、ミドルサード、中盤のエリア、相手のゴール前のアタッキングサードっていう3つのゾーンが存在するよっていうことを確認しました。で、それぞれのゾーンで、攻撃において何をするのかっていうところも、確認をしました。で、これを基本にして、この大宮戦のスタッツ、こちらですね。でスタッツを確認すると、パスの本数が、琉球戦に比べて圧倒的に増えているよ。そしてボール保持率ですね、の値も、劇的に増えているよっていうところを確認しました。ここから何がわかるかっていうと、大宮戦ではディフェンシブサードからミドルサードへ、しっかりパスをつないで自分たちでボールを保持しながら、前に進めていた、ボールを運べていた、まあ、これビルドアップって言うんですね、ビルドアップが、丁寧にできていたっていうことが分かったかと思います。そしてこのビルドアップが改善した理由の、一つ目が、下平選手と高橋選手の起用にあるっていうことを、前回の動画でお話をしました。でポイントとしてもう一つあって、二つ目の理由ですね、他ですね、大宮アルディージャと、FC 琉球の、守備の仕方の違い、要は相手側の要因っていうのが一つあります。こちらご覧ください。はい、こちら、大宮アルディージャの守備のブロックの図になります。今、まあ、ジェフの選手が、ジェフの左サイドバックですね、下平選手がボールを持っている状態なんですが、大宮アルディージャも、ジェフとまあ同じように後ろにしっかり守備ブロックを作って守ろうっていう、守備戦術をとっていますので、早い段階で、後ろ、5バックですね、5枚、ディフェンスを並べる形を取ります。はい、でこの時丸で示した逆サイドのウィングバックの選手もしっかりとディフェンスラインに入って5枚のディフェンスラインを敷くっていうことを大事にしているのかなって思うチームですので、こういう守り方になります。そうすると白いエリアで示したジェフのディフェンシブサードのところですね、ここが人数を数えてみてほしいんですが、ジェフの選手が1、2、3、4、5、6枚いると思います。この中に大宮の選手が1、2、3、4、5枚しかいないっていう状態になります。ジェフはまあキーパーも入れると7人になるので、このディフェンシブサードの局面、ジェフ7対大宮5っていう7対5の数的優位の状態でボールが回せるよっていうことになります。そうなれば一人一人にかかるプレッシャーは緩くなるので、当然後ろからのボール回しっていうのはスムーズになるかなと思います。これが琉球戦、琉球はどういうふうにやっていたのかというと、こちらですね。はい、FC 琉球は、システムが 4-2-3-1 っていう、システムを敷いているチームですので、ウィングバックっていうポジションがサイドハーフになります。なので、後ろのディフェンスラインは4枚ですね。で、大宮における5バックみたいにならずに、サイド、逆サイドの選手がここにいることになります。そうなるとジェフの先ほどのディフェンシブサードのエリアですね、のところが、また人数数えてみてください。今度は、2、4、6対2、4、6、6対6の同数っていうことになります。まあ、ジェフはキーパーがいるので、まあ、実質7対6ですね。っていうふうに、大宮と比べて FC 琉球は前から、ボールを奪いに行こう、前に人数をかけて前からボールを奪いに行こうっていうサッカーをしていたと思います。この差が、
ジェフが後ろからしっかりとビルドアップできたっていうことと、琉球戦ではできなかったっていうところの差に私は、大きく影響していると思います。でですね、次節の水戸ホーリーホック戦なんですね。水戸も、私ちょっと試合の方、いくつかね見させていただきましたが、今年から監督変わっているにせよ、第一節でもやっぱりあのボール大事にして、しっかりとポゼッション高めて、前で奪っていこうっていうサッカーをしていると思いますので、どちらかというと琉球寄りのチームですね。なので、この水戸相手でも、琉球戦のように、押し込まれた状態にならずにしっかりとビルドアップが構築できるのかっていうところは、今度の、ね、水戸戦の大きな、ポイントになるのかなと思います。ということで、ビルドアップが改善したことで、ミドルサードまでボールを運べるようになったジェフですが、前回ね改善点、ここからの課題もお話をしました。それがこちら、30m ラインの進入数とシュート数で相手を下回ってしまっているっていう点ですね。でここから何が分かるのかっていうと、ミドルサードまでボールは運べているが、相手のアタッキングサードに進入できてない、要はアタッキングサードで前向きにボールを持てていないということで、相手を崩す、相手のディフェンスラインを崩すっていう段階まで至っていないっていうことが前回の課題だったっていうお話をしました。でですね、これなんでこういう現象が起きているのか、この部分どうすればいいのかっていうところのお話をしていきますが、まずこちらご覧ください。アタッキングサードで、前を向いてボールを持つ方法なんですが、様々あるんですが、一つの例として、こちらですね。まず相手の、今ミドルサードですね、こちらミドルサードで、うちのこっちのジェフのボランチが、ボールを持っている状態で、例えばですね、これ前の2トップのところにこれボールを当ててみます。でこれこの縦パスを入れても当然ですが、相手のディフェンスが食いついてくるので、このボールを受けた今このフォワードの選手は当然前向けませんよね。で前を向けてないってことは、これではまだ、アタッキングサードのエリアでプレーができているっていうことではないわけです。でこの時、ここのスペースですね、ここのスペースで、もしもこの縦パスが入った瞬間、もう一人のボランチが動き出してこのスペースに侵入できて、このスペースでボールをもらえたら、前向きでプレーができるようになりますよね。こうなると、このディフェンスラインの裏のスペースに対して、このボールホルダーは自由な選択肢が取れるわけです。例えばドリブルで入っていってもいいし、前線の選手、裏にスルーパスを入れてもいいし、あるいはここからミドル打ってもいいし、サイドの選手に叩いてクロスって点が狙ってもいいと。こうなるとアタッキングサードで前向けているので、相手のディフェンスをどう崩すのかっていうところの段階に進めるわけです。っていう風にアタッキングサードでボール前を向いてボールを持つっていうのは、2人の関係、一番最初のボールを出した人と受けた人で2人の関係だけではなかなか難しくて、ここに3人目の選手が絡んでくることで、前を向ける確率が非常に高くなるんですね。でジェフはこういうプレーが非常に少ないって私は思います。でこちらご覧ください。このシーンは、自陣のミドルエリアで、これは高橋一生選手かなが、ボールを持っている状態ですが、注目していただきたいのはこの丸で示した2トップの動きですね。上がクレーベ選手、下が山下選手になるかと思うんですが、2人ともディフェンスラインの裏に抜けようっていう動きをしているのが分かると思います。でもちろん攻撃の選択肢の一番最初に来なきゃいけないのは相手のラインの裏のスペースを使うことになると思うので、この裏に走る動きが悪いのではありません。この場合2人が同じように裏を狙って走ってしまっているっていうところが大きな問題なんですね。でこの場合、ボールサイドにいる山下選手は、縦に走っていいと思います。でこうすることで相手のディフェンスラインの選手の体の向きを見ていただきたいんですが、当然後ろをケアするために全体で下がる、ラインを下げようとしていますよね。なのであれば、僕は
このクレーベ選手の動きに問題があると思っていて、クレーベ選手はここのエリアを使うために相手が下がってくれてるんで、バイタルエリアが来ますよね。ここを使うために降りて縦パスを引き出す動きをしてほしいんですね。そうなるとそのクレーベ選手にボールが入った瞬間、逆のボランチである田口選手がここのスペース、目の前のスペースに走り込むことができて、ここに落としてあげると田口選手があのエリア、バイタルエリアで、前向きにボールを持つことができるっていうシーンを作ることができるわけです。なので2トップが同じように、同じような動きをしてしまっているっていうのは、今のジェフの攻撃において問題かなと思っていますし、これがあるのでなかなかバイタルエリア、アタッキングサードで中盤の選手が前を向いてボールを持てないっていう原因になってしまっているのかなと思います。そしてこのシーンですね、このシーンも基本的には同じです。堀米選手が前に相手のラインの裏に向かって走ってくれています。それによって相手のディフェンスラインが下がっていますよね。なんでこのシーンもクレーベ選手ここにいますが、はこのスペースで、縦パスを受ける動きをしてほしいわけです。そうするとここでクレーベ選手が受けられれば、今度は高橋選手ですねが、このスペースで、ボールを持つ、前向きに持つことができるようになる可能性が出てくるわけです。でこういうシーンが、こういうシーンをね、どんどん作っていってもらいたいなと思うんですが、なかなかこれができない。それが、スタッツにも表れていた通り、ポゼッション率ですね、ボール保持率は高いのにシュートまでなかなか持ち込めていないよっていう最大の原因になるのかなと思っています。なので攻撃の最後のところですね、相手のアタッキングサードで前を向いて崩しの段階に入るっていうところに関しては、まだまだ連携不足であるし、大雑把であるっていうことですね。裏に蹴って、単純に裏に蹴ってしまって、かなり博打性の高いプレーを選択してしまうって、選択せざるを得ないですねっていう状況が、こういうところから生まれているんじゃないかと思います。はい、ということでね、3回にわたって、第2節大宮アルリージョ戦の、レビューをしていきました。ざっくりまとめるとね、守備に関しては、4-4-2 のゾーンでね、ブロックを作ってしっかりと、後ろで構えてどっしりと守るということに関しては、非常に進捗としてはいいんじゃないかなと思っています。それとね、オフェンス面に関してはね、琉球戦と比べて、相手のね状態にもよりましたが、しっかりとディフェンシブサードから丁寧にボールをね、ミドルサードまで運んでい、くビルドアップですねがちょっとずつできるようになってきてるよと。ただまだ最後の、崩しの部分、バイタルエリア、あるいは、アタッキングサーブですねで、どうやって前を向いて崩しの対戦に入るのかっていうところが、オフェンスにおいての、大きな課題になっているんじゃないかなっていう考えになりました。はい、でですね、次節ですね、次節第3節もう明日なんですよ。もうなんで、次節、どんな相手になるのかっていうのがこちら。はい、アウェイ水戸戦になります。鬼門の北関東アウェイっていうやつですね。はい、僕も、今まで J2 に降りてから、2回かな3回かな、アウェイ水戸、ケーズ電気スタジアムですね、参戦させていただきましたが、なんと全敗悲しいことに僕はケーズ電気スタジアムでジェフが勝っていることを一度も見たことはありません。毎回ね、その悲しい思いを、隠し隠し偕楽園さんとして帰ってきたわけですが、それも全てね過去の話なんで、今回のジェフ、なんとかね勝利をもぎ取ってほしいところです。ちなみにですね、水戸ホーリーホック、現在第2節終了時点で、J2 で第9位ですね。ちなみに昨年は、第7位まで躍進をしております。長谷部監督がね監督だったんで、ジェフタポの皆さんもねだいぶシンパシー持って見ていたんだとは思いますが、今シーズンから監督が変わっておりますが、現状ね1勝1敗ということで、安定した戦いが今シーズンもできているんじゃないかなと思います。
ジェフからしたら、まあ、今までのことが考えればね、現状格上の相手になりますので、ぜひね、アウェイですが、アグレッシブにチャレンジして戦ってほしいな。で、前回ね、大宮戦での反省点を、どう改善しているのかっていうのを楽しみにね、見ていきたいなと思っております。はい、待ってろよミトちゃん。ということでね、まあエンディングになるんですが、まあ私の今の心境としては、あ、金曜日中に動画が上げられそうでよかったっていう安堵感が非常に強くなっております。ということで、本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。絶対勝とう。ウィンバーヨール。